足利義明を救出する、これまさこれまさの供養母、和田これまさは、戦国時代の武将、室町幕府末期の幕臣、父は和田隆史実。和田氏は、大見国甲賀郡和田村の有力豪族で、甲賀武士53屋のうち特に有力な21屋に、数えられ、特に三男七、家とも称される家柄で、油火神社と深く関係していた。はじめは、 六角氏の悲観であったが、これまさの父の代に、室町幕府十三代将軍、足利義輝の幕臣として使える。天文二十二年、三好長慶に追われた足利義輝が六角氏を頼って、大海に逃れており、その時期に、和田氏と足利将軍家の関係が生じて、幕府の方向集過したと推定されている。a 6八年、義照が、 家臣の三好三人衆らによって殺害される。当時、和田家の家電では、当時のこれまさは、吉輝の不況を買って、和田で謹慎を命じられていたため事件に巻き込まれずに済んだという。事件を知ったこれまさは、幸福寺に軟禁されていた、吉輝の弟、各家を、細川藤高、三淵藤秀、一式藤長、二木吉政 米田九世らと共に一条院により救い出して、黄河の自邸にかくまった。二木吉政は伊賀を、和田これ正は黄河を拠点としていることから、吉明を奈良から伊賀を経由して、黄河に脱出させ、大江の六角氏を説得して上落する計画であったと見られている。実際、これ正は六角吉方を味方につけ、さらに、吉方と共に、織田信長、浅井長政 斉藤達沖を自陣営に引き込もうとしており、実際に吉明がこれまさに対して自分の使者として信長と会うように命じた A69 年6月11日付の自筆書状が残されている。ところが六角氏、斉藤氏の離反が明らかになったことで、大見にいられなくなった吉明は放浪することになり、これまさも吉明に付き従っている。 終わり国の織田信長の援助を得て義明が十五代将軍に就任すると、信長によって、摂津国芥川山城、後に高槻城を与えられ、足利義明からは、池田勝政、伊丹近沖と共に、摂津死後の一人として任命され、摂津三死後と称された。以後、足利幕臣として、京都周辺の外交、政治に大きく関与しながら、織田し合心としても、 信長の政治や合戦に関わるという義明と信長の橋渡し的役割を務めている。A62 年10月、信長に援軍を要請した、張馬国の赤松氏の援軍として、美戦国の浦上市攻めに参加している。その後、これまさは所要で、美濃国にいる信長のもとへ向かう途中、信長から撤去を命じられた法を受け取る。ルイス・フロイスによれば、他に、 陰見の不許可、これまさが大海に持っていた城の破壊、収入のうちにマンクルガードの募集という厳しい処分だった。フロイスはこれを朝山日常が信長に残言したためと記しているが、同時期に信長と足利義明の関係が悪化していることが大きな原因と推測されている。これまさはこれに提発して抗議した。元気元年。 これまさ系で越前攻めに向かおうとしている信長に越見すると信長はその地位を回復した。フロイスによれば三万クレザードの放録を加造されるなど非常に厚遇されたという。6月28日の姉川の戦いにはお出し法として参加したようである。11月多方面に敵を抱える形となった信長は将軍、吉明の権威を利用して 六角氏と和睦をしているが、この際に、三雲正持ち、三雲正持宛に、これ政が当てた書状があり、かつて、六角氏の影響下で、同じ甲賀の土豪であった三雲氏とのつながりから、この六角氏との和睦にも関与していたらしい。元気二年、三好町一と手を結んだ、池田智政を打つため、伊丹市や茨城市と軍勢を、共にするが、摂津国白江河原の戦いで、 池田氏家臣の荒木村重に敗れ、戦死した。多くの貫通重装、刀傷を受けた上、首を取ろうとした相手にも傷を負わせて死去したとされる。これまさの没後間もなく、子、これ長は、高山とモてる、武根不死により追放され、間もなく死亡し、私は没落することになる。これまさは、キリスト教を、治療内において手厚く保護したことが、 フロイス日本史に詳細に書かれている。フロイスが織田信長と会見するときに仲介役を務めたほか、教会に兵を宿泊させないよう他の武士たちに働きかけたり、代理がバテレン追放の臨時を出すとそれを撤回させようとしたり、宣教師を無理やりにでも自分の神座に座らせたりと大変な熱意だったようである。機内におけるキリスト教の布教にも積極的に協力した。 しかし、これまさ自身は、洗礼の儀式を受ける前に戦死したために、その死を、フロイスは、大変嘆いた。なお、キリスト教徒で会う前は、全州に属していたと言われる。墓所は、大阪府高槻市の伊勢寺。教法年間に、高槻城を改修した時に、墓石が発見され、移されたと言われている。ありがとうございます。